A ののの妻ゲルズの父の名である名前は海を意味している。スノーリストルルソンの三分のえただいい一部、ギュルビタブラカシ37章で、妻は山の巨人のアウルボザだと説明されている。ゲルズが語るところでは黄金を多量に持つ資産家であり、また相手とすぐ切り合いを始める性格だという。ゲルズの部屋の前に同盟な番犬をつないでいることから、 娘を溺愛しているのが伺える。一方で、死のエタの、ロキの口論には、アース親族のために主演を催す渡ツミエーギルが別名、ギュミルとも呼ばれる、エーギルと書かれている。二人は同一視されることもあるようである。しかし、ロキの口論第42節では、舞台となる広間に、エーギルがいながら、ロキが、フレイに向かって、ギュミルの娘という言い方をしており、 この節のギュミルがエーギルを差しゲルるぞの父はそこにいるエーギルだと言っている。どうかははっきりしていない。ギュミルの名前は海のケニングとしても用いられることがある。三分のエった第二部、死後法では波のケニングとして詩人、レブによる詩のギュミルの冷たき巫女という表現を紹介している。英語版など外国語版、ウィキペディアの中にはギュミルを 英ギルの講でまとめて説明したものもある。ありがとうございます。